広崎ネプタ祭りの扇ネプタ広崎ネプタ祭りは青森県広崎市で開催される広崎四大祭りの一つである夏祭り大勢の市民が八重堂の掛け声と共に武者絵が描かれた出汁を引いて市内を練り歩く広崎ネプタには扇ネプタと組ネプタがあり総数約80代の県内最多のネプタが運行されるネプタ祭りの由来は様々ある 語源は、眠り流し、眠た流し、眠た、ネプたと添化。眠り流しは、日本各地で行われている。農作業の激しい火器に襲ってくる水魔を追い払い、薬剤、邪悪を水に流して、村の外に送り出す行事の一つ。明治から昭和初期にかけて、主に当時の広崎市内に複数あった、長道場に通う士族や、平民の指定らを中心とした若者たちが作り、 練り歩いたネプタでは、他の道場、または、町会のネプタと出くわすと、相手のネプタに石を投げつけたり、竹槍や,や木刀等で乱闘し、しばしば死傷者を出したため、何度もネプタ禁止令が出されたことがある。これを、喧嘩ネプタという。日中戦争が始まった、翌年の1938年から中断していたが、1947年に復活した。 1971年、道の区新報社の創立25周年記念で、宗方志向が、ネプタ絵を描いた。1980年、広崎のネプタが、国の重要無形民族文化財に指定された。1983年、日本国外で、初めて運行された。1996年、広崎ネプタ林が、日本の音風景百選に認定された。 2011年は東日本大震災犠牲者への鎮魂や弘前城、築城400年祭記念などをテーマに7月31日に特別運行8月7日にのぬ下スペシャルが行われた2014年8月5日参加者がネプタの昇降機に頭を挟まれて死亡する事故が発生したため事故翌日以降の開催は全面中止となった事故による中止は ネプタの合同運行を開始した1958年以来、初めてのこと。2020年4月15日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、桜田博史市長はこの年の開催中止を発表した。昭和50年以降では、平成22年の84団体が、最多の参加団体数広崎ネプタ祭り主催者が、指定する合同運行日とコースは、以下の通りである。 1>, 1、8月1日2日は、参加団体を両日に分けて審査が行われる。2、運行開始時刻は、団体数の多い日によっては早められる場合がある。3、合同運行の他に審査日の前日午前や、祭りと称し、地元地域を独自に練り歩く団体が多数存在する。また、何か日は日中に実施されることから人員が集まらず、 合同運行に参加せず前述の独自運行をする団体もある。表面表面の鏡絵や人形の部分では、中国ものとして三国志、水古伝、関祖軍団、護衛軍団等、またあえ物としては、源平清水器、津軽ための部などがあるが、時に世相を風刺したものも登場する。裏面裏面中央の見送り絵には、東美人や西王母、落女のような女性、 左右には、袖絵が描かれる。表面と裏面の絵をつなぐ、真横の部分は、肩と呼ばれ、町内会、団体名などが描かれる。開き鏡絵や、人形の下にある三角形の開きと呼ばれる部分は、ネプタを支える、受け皿の役割をしており、広前藩の家紋であるボタンの花が描かれる。開きの下にあるの額の正面には天の川を意味する、雲間と書かれる。左面、 右面、後面左面、右面、後面には、武将の絵が描かれ、左、右面の絵の武将の目は、進行方向を向いている。使用される紙は、ネプタワシ等の専用紙のほか、ロンテックスに代表される、業務用障子紙等の、長尺のロール上司が用いられる。津軽城っ張り大太鼓一団体につき、先頭に、町内解明や団体名を記した全灯籠、町員。 その次に、大型ネプタの前座である前ネプタ、ネプタ本体につないだ綱を引く引き手、そして大型ネプタ、太鼓、笛などの生やし方という順番で運行されるのが一般的である。ネプタ林は、進行、休止、戻りの3種類がある。掛け声は、進行がやーやどう、戻りがネプターのもんり子、やーヤやレやーれやー。また、三大藩主神議が、 国自慢で作らせたという伝説に基づいて1970年に津軽城パリ大太鼓保存講演会により制作された津軽城パリ大太鼓と呼ばれる直径3.3メートルの大太鼓が合同運行の先陣を切り、その他にも直径4メートルの津軽強城パリ大太鼓直径3.5メートルの広崎土天太鼓が運行している。 広崎ネプタと同様の祭りで、比較的大きなものとしては、黒いネプタが7月30日、ヒューガはネプタが8月2日から行われている。広崎高校のように文化祭時に、各ホームルーム単位で、広崎市内を運行する、広高ネプタや保育園、幼稚園、小中学校の行事で、園内、校内を運行するなど学校単位で運行する場合もある。現在では、 会員の高齢化や、後継者不足、財政難、少子化による参加者不足等の理由であまり見られなくなったが、集落内で組織を作りその集落を運行する、ネプタなどもある。現在もごくわずかではあるが、合同運行には参加せず、近隣集落や町内を回る、村ネプタは存在し、20年以上続いている団体も、ある。友好都市との交流で運行していたものが、 地域の祭りとして変化したものもあり、大田市小島地区では、小島ネプタとして、当地で運行されており、毎年8月14日15日に開催され、弘前市も参加している。また、北海道斜里町では、知床斜里ネプタとして、毎年7月21.22日に開催され、大小約15台の扇ネプタが、町内約2 5トルを運行している。弘前の 金魚ネプタを参考に作られたとされる山口県柳市の金魚ちょうちん。山口県柳市の伝統工芸品として知られる金魚ちょうちんは幕末の頃に同地の商人が広崎ネプタの金魚ネプタに着想を得て考案したとの伝えがある。迫力に感動。フライング一イ篠田南三上しおりからネプタ祭り参加コメントが到着。 ニュースウォーカー2016年8月3日18時配信ありがとうございます。